こんばんは。今日は2013年9月のデュエットを紹介します。表紙は4人のニュースです。誰かな。たまちゃん。喧嘩が強そうなアイドル。ケンティ。ああ、ひーくん入ってますね。ああ、こうきくんも入ってますね。知念くんが入ってます。おしゃれそうなアイドル、たまちゃん。なるほど。神宮寺くん。神。寝るのが好きそうなアイドル。北山くん。食べるのが好きそうなアイドル。ケイトくん。なるほど。こういうアンケートはよくあります。 D1 グランプリって何 D1 グランプリ。友達にしたアイドル。ああ、デュエット読者が決めるアイドル、何でもナンバーワンです。なるほど。友達にしたアイドル。有岡。ペットにしたいアイドル。知念。なるほど。あ、これ。キスマイのシール、こういうシール嬉しいですよね。なんか昔の人はこういうのをカバンに貼ってました。キスマイ、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 あ、ジャンプとセブンウエスト、あ、まだジュニアの頃の重岡くん、流星くん、小滝くん、神山くん、あ、これはなにわ王子ですね。この前ちょっと紹介して、で、まだ若いというか幼い大西入れ入流星さん、西畑大吾さん、永瀬廉さんです。若いですね。13年だから10年前です。で、金冠、平野くん。平野くんがなんか韓国に行ったってニュースでやってましたね。で、文ちゃん、室くん、浜ちゃん、桐山くん、仲間くん、バットですね。バット、カトゥーンですね。カジ野郎ですね。なんだこれは。セクシーゾーンですね。バッドボーイズ。マリウス。マリウスさんの名前がとてつもなく長いのにびっくりしました。このも初めて知る。ニュース。小山圭一郎さん、マス、キスマイのポスターが入ってますね。こっちはジャンプですね。裏はこういうのも嬉しいですね。で、山田くん、知念くんで ABCD ですね。あ、で、嵐のワクワク学校が、ニノさん、あ、この T シャツ母が持ってます。大野、あ、これ見てない。あ、これのドラマ見たかったな。あ、謎解きやディナーなんて、これ確かアマプラであったような。で、ジェシー&北斗君、これなんて言うんですかね。北ジェシ、ジェシ北、このコンビ多いですよね、多分。で、お、
キンプリが出てきましたね、岸君。あの犬のなんとかワンワンは見てます。あれ面白いですね。美少年の誰でしたっけ、ナス君、浮所君、どっちかが出てます。岩地神宮寺、神宮寺君なんか足をなんかどうかし怪我したってことで早く治るといいですね。これは誰だ、ムーンボーイズ、知らない。ガキンチョの休日っていうグループではなくてチャカですね。チャカさんと吉沢さんと中村海人さんですね。日曜劇、あ、これか、これはストーンズですね。ストーンズで高知くん、田中樹里さん、京本大我さん、森本慎太郎さんですね。なんでこれホックにないんでしょう。で、安井健太郎さん、あ、これはなんだ、岩本くん、ショッピーフッカですね、イヤコですね。なんこれはなんていうグループ、あ、こっちはまた違うんですね、こっちのページで。明星、明星の出たかをみんなあちこちに行って集めてるって、買って集めてるって言ってました。あ、バッドボーイズですね、2013年ですね。ショッピー顔が全然違いますね。ピンとこないわ、知らん。入院してたのかな、自分は。ホック、ヤマピー、勝利君。うん。あ、ジェシー、今日も。内ヶ谷さん。風磨君、岸君がこのドラマに出てるんです。こういうなんかこういう絵を描いて送るのってなんか昭和っぽいですね。うん。で、あ、猫耳選手権、岩地、に神宮寺君、今日もジェシー、僕と、なるほどというのがあるんですね。ここは誰だ。ああ、中村レイヤーさん長いですね。早くデビューできるといいですね。この人も知らない、岡本カウアンさん、今は何してるか、やめてるのか。山田くん、山田くん、キスマイ、キスマイ、多分この当時は AKB の全盛期だった。千葉雄大君もこのデュエットにはよく出てます。これは誰だ、あ、武井壮さんですね。三浦翔平、この人は知らない。この人は誰だ、あ、松井樹林だです、うん、関西ジャニーズジュニア初全国ツアー2013 7.7 NHK ホールです。多分、ああ、何は金冠、何は、何は金冠、うん、重岡くん、小滝くん、藤井流星くん、レンレン、ニュースですね。キスマイですね。プレイゾンですね。今日はこれで終わります。チャンネル登録ありがとうございます。動画再生ありがとうございます。グッドボタンもありがとうございます。では失礼します。お疲れ様でした。